J 参入3シーズン目にして初の開幕連勝、絶好のスタートを切った蒲田マーレ猿木。ホームに迎えるは昨シーズン共に最少失点をマークしたビファーレン長崎です。猿木は前節から1人変更、小沢に代わって武田雄介が今シーズン初スタメン。一方長崎は2人変更、前節負傷の矢部に代わって小野寺、名古屋から加入した田中照樹は長崎での初出場です。前節清水戦での敗戦を払拭したい長崎、立ち上がりから積極的に仕掛けます。2分、村上雄介のクロスから永井亮、さらに12分、パクヒョンジンのクロスに永井、こぼれ球に詰めたのは松本大輝。アウェーの長崎が早い時間帯で先制します。新加入選手が8人スタメンの長崎、甲府から加入の松本は J 初ゴール。なおも長崎、16分、今度は松本のクロスを田中照樹、新戦力が躍動します。思うように選手が動かないと嘆く讃岐北野監督、30分には最終ラインでのミスを長崎の攻撃陣に突かれます。しかしここは田中照樹のシュートを藤井がなんとかゴールを死守。しかし流れは長崎、44分、左サイドパクヒョンジンからのボールを永井が右足で合わせます。前半で長崎が2点のリードを奪います。2点目も新戦力の2人が結果を出します。永井は加入を早くも2ゴール目。2点を追う讃岐は後半頭に選手交代、ディフェンダーの藤井に代え、ブラジルパルメラスから加入の長身フォワードミゲルを投入します。すると49分の讃岐、武田雄介がロングスロー、流れてきたボールをエブソンのヘッド、続く52分、J 初出場となったミゲルから木島哲也、さらに仲間が詰めます。前半劣勢だった讃岐が1点を返します。ミゲルのポストプレーから仲間が3試合連続ゴール。さらに讃岐はエブソンを前線に上げてのパワープレー、84分、ロングボールに反応したエブソンがペナルティーエリア内で高杉に倒されます。北野監督の采配が功を奏し、エブソンが PK を獲得。キッカーはミゲル、ゴール前の混戦から最後に押し込んだのは武田。前半とは別のチームに生まれ変わった讃岐が87分ついに同点。前半と後半で全く違う展開となった試合は2対2、このカード3試合連続でのドローゲーム、讃岐は開幕から3試合負けなしです。